FN ポケットモデル M1906 はベルギーの重機メーカーである FN 社が開発した自動拳銃である。なお、一般的には M1906 と呼ばれるが、これは製造開始年から取られたもので FN 社での正式な故障は特許所得年である M1905 となっている。1906年に発売された25口径ストレートブローバックのストライカー方式の 自動式拳銃で内部機構は後の M1910 にも通じるものが使われており基本設計の確かさが見受けられるアメリカでは M1906 そのものの輸入品また1953年から1968年にかけて生産されたアメリカ向け仕様の輸出型が大量に販売されたほか同じ原型銃を元にしたものが コルト社によりコルト M1908 ベストポケットとして発売された。これらの他にも M1906 もしくはコルト M1908 を元にしたコピー生産品が大量に製造されて流通し、これらの中にはフランスのユニークモデル10やスペインのアストラビクトリア1911のようにグリップセーフティの廃止、セーフティレバーをグリップの前方に移動させるなどした、 独自改良型も存在している。M1906 は1926年から1927年にかけてマイナーチェンジが行われ、グリップセーフティの廃止などの変更が加えられ、さらに小型化された。1931年からはマイナーチェンジモデルが FN ベビー、またはブローニングベビーとして製造・販売された。 1979年の FN 社での生産終了まで M1906 と FN ベビー合わせて約400万兆の生産が行われたとされるロングセラー商品であり FN 社以外での生産は現在も続けられている M1906 は全長4.5インチほどしかないまさにポケットに入るサイズの銃であり携帯性が高くご信用として 人気を博した。小型軽量であることを生かした個人の護身用や、警察組織での用人護衛用として、また、治安組織や諜報機関による特殊任務用として用いられた。戦前の日本の警察においても、主要な府県警察部で、主に私服警察官向けとして採用されたほか、警視庁特別警備隊に編成されていた、警官突撃隊も使用していた。また、 大日本帝国陸軍でも将校が慈悲で購入する使用拳銃として数多く用いられた。ありがとうございます。